じゃあ、温、暖かいという字にいきますね。まず、山水をひし形のイメージですね。ここよりも外に出て、少し内側に入ってすくい上げて、必ずここよりもここを広くしてください。上の火はもう四角に近いような感じ、縦横同じぐらいの長さで持っていきますが、少し内側に入りますね。で、間隔を同じにして閉じたら、この縦は火の幅よりも少し短めぐらいね。ただこの横は上の位置の2倍ぐらいで持ってきます。やっぱり内側に同じ角度で入ってきて、ここを3等分ね。ただ最後の位置は、まあこの位置よりも少し長めにして真横に止め